ニコン ZF 完璧な物撮りに挑戦。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。この写真は6月3日にアップした YouTube 動画、ニコン Z9 ハイスピードフレームキャプチャープラス C15 で使用したものです。この写真のピントの合っている位置を見て、おや?と思っていただけましたか?ここからここまでピントが合っているんです。この距離でこの奥行きのものにピントを合わせると、奥にピントが合っている場合は、一番手前までピントを合わせるのは難しいです。そこで今回は全体にピントを合わせる完璧な物撮りに挑戦してみます。それではレッツゲットスターティッド。長チャンネル。ピントの合いやすい iPhone でお手軽撮影。テーブルの上の料理などをしっかり写すことのできる iPhone で撮影してみましょう。パッと見はこれで十分なようですが、よく見るとレンズの先端のフィルターの文字はぼやけています。レンズの方にピントを持ってくるとニコンのロゴがぼやけてしまいます。 iPhone でもこれが限界のようです。ニッコール Z24-120mm F4S を使ってパンフォーカスにしてみます。絞りを最も絞り込んで F22 にして撮影してみます。 F22 まで絞り込むと ISO が 12,800 まで上がってしまいます。ニコンのロゴにピントが合うように調整します。レンズの先端のフィルターの文字にもギリギリピントがきました。 ISO 12,800 なのでノイズが出ています。マイクロレンズニッコール ZMC50mmF2.8 を使って F25 まで絞ってみます。ISO は 12,800 まで上がっています。ピント位置を調整したら露出倍数のためか F22 になりました。
これもレンズの先頭のフィルターの文字までギリギリピントが来ました。 ISO12800 なのでノイズが出ています。長チャンネル、あまり絞り込まずに ISO を低く抑えて撮影する方法を考えます。フォーカスシフト撮影を行って深度合成写真を作成してみます。シャッタースピード50分の1秒、 F5.6、 ISO400 に設定し、レンズの先端にピントを合わせます。フォーカスシフト撮影でピントを自動で動かしながら30枚撮影します。ピントの合っている15枚をフォトショップでレイヤーとして読み込みます。15枚のレイヤーを選択し、画像をスタックして自動合成を行います。出来上がった深度合成写真がこれです。レンズの先端からボディの端までピントがバッチリ来ています。撮影と合成に手間と時間がかかりますが、仕上がりは完璧です。最後にティルトレンズを使ってみます。銀色のネジを緩めるとレンズが回転するので90度回します。黒色のネジを緩めるとレンズが上下に動きます。レンズを下向きにして撮影します。ピントの状態を確認するためピーキングをオンにします。レンズ先端のピントが甘いのでレンズの回転を調整し75度にしました。ピント面を広げるため F8 まで絞り、シャッタースピード50分の1秒、ISO1250 に調整しました。ティルトレンズを使えば光学的にピントを合わせてその場で仕上がりを確認できます。フォーカスシフト撮影やティルトレンズを使った撮影を行えば、隅から隅までピントの合った完璧な物撮りができます。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。